はい、こんにちは、ペソでございます。健信さんの革新、33回目かな、やっていきたいと思います。まあここにちょっと援軍というかね、輸送が必要になってきてますので、あ、そうだ、あ、そこね、あ、そうそう、直轄は全部しとかないとダメだよね。次ね、技術がもう大筒がいけるんで、これが完成したらね、工場やくらもね、そんなに使わないんで、大筒さえできてしまえばね、内政学者をちょっと削っていきます。4つね。で、2つきあるうちに、真田さんは、多分来ない。今のところ言ってるやろ。ああ、武田さんの方やね。そう来たか。
ね、そうそう、米がね、これからたんまり来るんで、こっちは失敗した。で、押さえたらすぐ一旦戻ります。で、輸送待ちにしましょう。そうしないと多分ね、そのまま行くとえらいことになるんで、ガンガン鉄砲でやられちゃいますから。
で真田さんが来たら、ミノアから攻めるという状態をちょっとキープしつつ、月もそんなに兵おらんからね。せればね、鶴瓶式に落ちる可能性は大なんでね。おお、来た来た。将軍が多い。ああ、総理物も多いけどね。用でもええねんけどな、用にしようか。せやね。ケチロス、やってくれたな。ということで、引け、引くぞ、退却、引け、引け、そうやね、退却、退却、これでちょっと回復待ち。ちょうど5月になったんで、防兵をやっていきましょう。製造までやってるね。ここね、あ、いけるか。
ょう。おお。承知しました。退却。からやね、岩手山はちょっと兵力ため取るんでね、ちょっと回復待っていきましょうか。からやろうけど、父さんさんと手を組むのは悪くはないんですよね。まあ組むとしたら秀吉さんか道山さんなんだけど、秀吉さんもやばいな。皆さん、まあ組むとしたら織田家か斎藤家になるんですよね、この辺だと。まあ真田さんは仲悪いんでね。ということで、よいしょ。遅れそうだったら、うん、これは交渉やね。いいんじゃないかな、うん、人質で。はい、吉田さんいらっしゃい。5年はあっちゅう間ですわ。
はい、ということで、妖精じゃないね、はい、あ、違う、どうしようだ、足がなくしよう、あら、ダメ、攻め込んでもいいかなというところですね。ではまた次回です。さよなら。